はい、SBC です。今日はね、私、シーテックのね、1日をまとめた動画を撮ったんで、ちょっと見てくれよと。構わないよ。構わんよ。うん、見てやるよ。最後によ、感想述べよ。感想っすか？感想述べよ。まあまあ、シガさんの撮った動画ならね、面白いんでね、はい。私でよければ感想の方述べさせていただきたいと思います。で、いくぞ。 OK。 はい、皆さんこんにちは。 SBC インサイドチャンネルです。今日は始まりがお店じゃないんですけども、もう僕の自宅なんですけども、今日は、あまり知られてない、あんま知らない、自転車店員の、一日とはどんな感じなのかっていうのを、まあ需要がないかもしれない動画になるかもしれないんですけども、自転車店員ってこんな一日を過ごしてるんだなっていうのをちょっと見てもらえればなと思いますので、しょうもないになるとは思うんですけども、ぜひ最後まで見てください。で、大体僕、お店が平日11時からのオープンになるので、平日は大体8時ぐらいに起きて、で、いろいろ準備して、で、今が9時なので、9時から9時半の間に家を出るっていう形になります。そうすると大体お店に10時半前には着いて、そこからまた準備っていうのがあるので、では早速ね、出勤していきたいと思います。はい、今9時半です。準備してていろいろ遅くなりました。じゃあ今から向かいたいと思います。いつも通勤だとこの高速沿いのサイクリングロード通って来ることがほとんどで、たまに気分変えてるときは、違う、ルート何個かあるんで、そこ走って大体は来てます。いつも、10時半前ぐらいには着きます。15キロぐらいの道のりですね。どうも、皆さんのお耳の恋人、しおっちです。伊藤ちゃんです。どうだ、なるしおっちは。はい、渡辺さんです。モザイク。はい、11時になりました。回転ですね。回転してます。
窓入れてねえんだ。まあ、こんな感じで今日やることをこうやって書いて仕事が始まります。名前映ってるのいい。モザイクするの大丈夫です。はい、じゃあ本日もよろしくお願いします。では1台目組み終わりました、時間が4時にいつの間にかなってしまいました。本日あともう1台組み予定なのでパパッと組み上げていきます。どうしました？気づいたら4時になってた。気づいたら4時になってた。ちょっとブログを書いて段落してました。今日お昼何がいいと思う？いや、これが、これがね、お昼じゃないんだよね。まあ、だいたいお互い今日お昼何がいいと思うっていうふうに聞くのが定番なんですけど、12時過ぎぐらいから聞き始めて、結局なんだかんだ言ってね、今4時なんですけど、4時5時ぐらいまで引き伸ばすよね。なんかしてたらね、こんなになっちゃう。いつの間にか A とスクーンだと思って4時になってるし、ブログ書いて次のネタをどうしようかなって考えていろいろ探ったりとかしてたら思いました。まあその間社長とね、まあそうですね、社長が来てなんだかんだ話してたのもありますけどね。そこは結構早かったな。何がいいと思う？この中はこういうふうに梱包された車体と、あと前輪が入っている箱と、このパーツが入った箱がこのでっけえ箱に入ってます。じゃあ早速組み立てていきます。まあ、基本的にいつも使ってる工具はこんな感じです。まだ出てないやつもあったりするんですけど、まあ大体この工具たちを使って車体を組み上げていく感じですね。これ誰かからのパシリで一人でこんな組ん無理で1日でもあれじゃない。はい、で、ある程度形になったので、ちょっとさっき伊藤ちゃんにお使い買ってきてもらったお昼ご飯を食べようと思います。今の時間が4時半過ぎです。いつも僕たちはこの時間にお昼を食べてます。結構遅めのお昼ご飯、もうおやつといっても、おやつも夕食って言ってもいいのかな。じゃあ早速食べまーす。半分見終わりましたが、走ったね。そうね、毎日ほぼ毎日と言ってもいいぐらいに、私がすき家行こうかなっていう時にじゃあ俺もすき家にするっつってから、何がいいと思う？そう、すき家にするっつって、まあ、どこそこに行くっつって行って買ってきますよってなった時に、毎度そこでも
何がいいと思うっつってから大体10分ぐらい迷うよね、あなた。いや、だって優柔不断だからさ、うん、あのマジで思ったのが、うん、伊藤ちゃんコンビニに行くじゃん、うん、すぐ帰ってくんの、うん、そうだね、それはすげえ、うん、もうコンビニなんて行った暁にはさ、うん、行った日にはさどうしよう、飲み物どうしよう、何飲もうかな。いや、今日はおにぎりにしようかな、お弁当にしようかな、ちょっとパンにしようかな、あーどれにしようかな、あーってなるもん。だから毎回結構長居するわ。いや、なんかね、私基本食べ物とかに、ね、頓着しないから、4日に使い同じものが続いても大して気にせんのだわ。だってすき家のさ、ネギトロと1週間ぐらい食ったもん、ね、1週間ぐらい食べてた。で、最後の最後に大盛り食って、めちゃくちゃお腹減ってて、特盛りかなんかかな、なんか頼んだら、もういいわ、すげえ量多くて、もういいわって言って、2週間ぐらいね、食べなかったけど、結局ね、また2週間後にね、ネギトロ丼にするわって言って食べてんだよね。食べ物に頓着しちゃね、面白くないよ。本当、うん、一回、その癖つけてみたら、あ、もう、なんかもう何も考えずに、とりあえず目に入ったもの、これでいいやって言ったら、パッて食べるみたいな。ああ、やってみようかな。だって、レストラン行くじゃん、まあ、例えばガスト行くじゃん、うん、ガストで、よし、これにしようってするじゃん、うん、で、呼ぶやん、ピンポンって、その間、ピンポン押す瞬間にこれでよかったかなみたいな、どうしようで、大体、違うの選ぶ。全然迷ったことがない。いや、まあ、ある程度迷う、これとこれ、今日でもどうしようかなみたいな、せっかく来たしみたいな感じで考えはするけど、でもなんか一回、まあ、これでいいかっていう感じでね、食べるから、あんまりね、気にしたことないし、まあ、別にメニュー決めるのが遅いからどうとかっては思わないけど、友達にそれがいると早く決めろよみたいな感じで思われるパターンのやつだよね。そう、俺だわ。だから給食みたいにさ、決まった献立出ればいいんだよ、毎日自分でご飯作ったら。一時期だってほら、自分であれだったじゃん、ご飯炊いたやつを持ってきて、そう、おかずだけ買うみたいな、それでいいじゃん、ご飯も固定なんだからさ。確かに。あと別にもう牛皿だろうか豚皿だろうか、なんかコンビニでおかず買ってこようかでいいじゃん。はい。お昼を決めきれない柊大さんでした。はい。では続きどうぞ。はい、どうぞ。はい。お昼食べて、5時20分前です。からパズを組み立てていきます。はい、とりあえずカード5点組終わりました。気づいたら6時です。あと1時間頑張ります。シロの入ってますよ、うん、いや全部来てもらえ、まあ、カットしてもらって放送禁止用もバンバンで。さっきのやつの続き言う、あ、まあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。時刻は7時4分。ダメ元で、はい、まあ今金勘定ってやつ。金勘定。まあ締め作業ってやつを、あ、そうですね、やっております。やっております。いくら入ってるかお楽しみ。今日はそうだね。
明日の準備とか何なりやってて8になってしまいました。伊藤ちゃんはホイール組の練習をしておりました。これから帰る準備をして家に帰りたいと思います。水道？何もないと思います。お疲れ様です。毎度コンビニに行ってトイレ借りる。お風呂どうする？嫌だな。じゃあ帰りますか。今日もお疲れした。また、カバーナイスデイ。カバーナイスデイ。お疲れした。寝ます。まあ、寝る前に、まあ、なんか動画見たり YouTube 見たりしてから寝るっていうのがいつもの日課です。まあ、たまに動画の編集だったりしてるんで、まあ、寝る時間大体12時から1時ぐらいの間にいつもなんか YouTube 見ながら寝落ちして寝ることが多いです。はい、今日一日の流れを、まあ、紹介してきたんですけども、この自転車さん結構意外にやること多くて、まあ組み立ても接客も SNS ブログとかも全部やって、今日は自分は組み立てが2件かな。ターン A とスの組み立てとバドの組み立てがあって、であとはインスタ上げたりとか SNS アップして、あとはまあ展示のレイアウトの変更であったり、まあ、社長が来て社長とミーティングして1日が終わったっていう感じです。あるので、まあ大体1日の流れはこんな感じです。はい、まあ次あるのかな、ないかな。次あるのが伊藤ちゃんか渡辺さんにやってもらおうと思います。てな感じでスタッフ C 以外の一日密着でした。密着でもねえか。まあ自転車店員の一日でした。もし面白かったっていうことであればグッドボタンお願いします。あとはチャンネル登録もよろしくお願いします。 SNS とかもやってるんで、ぜひぜひ、登録してください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。はい、どうでしょうか。ああ、いいと思います。いいと思いますか。はい、やっぱりお互いトーク力磨きましょうか。やっぱりね、でね、動画の終盤の方ね、こう、シーカイさんの帰ってきた後の、みたいな、なんかね、半端なかったんでね。あ、そうっすね。やっぱり、はい。スポーツ選手のインタビューみたいなね、感じになっちゃってたんで、インタビューをもっと引き伸ばした感じのね、やつになってたんで。はい、あれさ。まあ、トークを磨いてもろて。はい。まあ、私も磨かなきゃ。はい。で、なんか、なんか私か渡辺さんの一日に行ってだったけど、多分私のは使えないよ。
ずっとゲームしてると思う。それ休日でしょ。休日ね。とりあえず仕事終わる、で毎度ホイール組みをする、帰る、じゃああとゲームしますバイバイっていう風になっちゃうから、あの面白みのない一日かもしれない。もうドキュメンタリー作ろう。プロジェクト X 的な。プロジェクト X、SBC だからね。プロジェクト S で。プロジェクト S、 あのあれよ、自転車技師、自転車技師を取るまでプロジェクト X。 あー、そういうことね。私がね、そう、うん、そうね、頑張ろうって感じです。頑張ります。はい、はい、どうも、はい、では、バイバイ、